はい、こんばんは。今回はね、プリキュアつながるパズルの実況をやっていきたいと思います。今日はね、なるべく声を張って皆さんに、私のね、ボイスがしっかりと届くように、私の気持ちがね、心が届くように頑張っていきたいと思います。私の名前は、明恵小二と、いくつかの動画で、申してきたんですけれども、非常に覚えづらいということで、自分の中で勝手に、ことという、名前に変えて、実況をやっていきたいと思います。こと、ぜひ覚えていって、お家に帰って、ぜひ、1日200回ほど暗唱していただきたいと思って、実況していきたいと思います。ちなみに、ラジオ4組、このチャンネル名なんですけれども、その中ではハニー視点、一応ハニーが、本当の名前ということで、ゲンジナですかね、実況ゲンジナという、新しいジャンルを切り開きつつ、実況ゲンジナは、ことという名前でいきたいと思います。じゃあね、この神ゲープリキュアプツアールパズル、ぜひね、皆さんもね、ダウンロードしてやっていきたいと思います。ではね、やっていきましょう。今日もね、いきますよ。いや、実況もね、もう何回かやってきたんですけれどもね、もう楽しいですね。撮ること自体が楽しいっていうか、ちょっと待って、アクセスが長い。このゲームはね、基本的に Wi-Fi なくても、4G が切れ、低速でも、アクセスしやすいということが、売りの、絶対違うと思う。それが売りではないと思うんですけども、僕はね、いつも動画を見まくり、それで、そこで低速になるんですけれども、その時の、強い味方ということで、今これやりたいんですけれども、モフルンちゃんがね、こちらをね、見つめてウィンクをしてくれてますけれども、全くアクセスがつながりません。フリーズしました。フリーズしましたよ。動き始めました。ありがとうございます。はい、ワクワクもなしというかでね、今回も行っていきたいと思います。はい、こんばんは、ことと申しますね。今回もね、前回と同じように、ガチャを1回引くことを目標に、で、ダイヤはね、60個で1回ガチャが引けるんで、あと23個、上の方にダイヤが表示されてると思うんですけど、ね、課金はしないので、絶対に。こんなクソゲーにね、金をかけ、なんでもないですね。はい、では行きましょう。どんどんクリアしていくとね、ダイヤがもらえるので、またいつもやっていきたいと思います。はい、フラワーレです。ちなみにこの子の声優は、早見沙織ですね。そうですね。前回やったステージと、あんまり敵キャラが変わらないので、絵面的にはあんまり変わり映えしないんですけれども、私のね、素晴らしいね、トークスキルでね、皆さんのね、クソ暇な時間をね、いい感じにね、潰していければないいと思います。はい。すいません、ゲップが出ましたね。さっきちょっと担々麺を食べてきたんですけども、カップラーメンの担々麺を食べてきたんですけど、やっぱりね、カップラーメン担々麺は本当に美味しいですね。もう最後の一滴までね、飲み干すまで、やはり美味しいですね、担々麺は。皆さんはね、どんなラーメンが好きでしょうかね。特にカップラーメンが僕は好きなんですけれどもね。一番好きなのは、そうですね。最近ハマってるのは、日清のカップヌードルの、多分知ってる人は知ってると思うんですけど、トマト味、チリトマト味でありまして、それがね、非常に美味しいということで、食べ過ぎて飽きたんですけど、最近ね。そんな感じですね。僕のカップラーメン事情は、皆さんはね、どんどんカップラーメンを食べて、健康をね、害していきたいと思いますね。カップラーメンはね、やっぱり健康を害しつつも、やはりね、最高に美味しい食べ物なんですよ。僕はね、一番好きな食べ物がカップラーメンということでね、本当に大好きなんですけども、消費量はね、えげつないということで、時々ね、朝ごはんにカップラーメンを食べたりしますね。いやね、朝のカップラーメン美味しいんですよ。体が温まるんです。素晴らしい体が温まるんですよ、本当に。最高に。ね、過剰燃分取りつつ、朝のエンジンをかけていくわけですね。さて、じゃあやっていきましょう。どうしましょうかね。今日は何の話をしようかな。
今戦ってる敵はハサミギロチンですね、僕は勝手にカイロスと、前回から呼ばせていただいてます。よろしくお願いします。いいですね、いい感じに攻撃できますよ。この上の紫のモフモフどもがね、ちょっとこいつを倒しながらやっていかないといけないので、どんどんやっていきたいと思いますね。いやー、今日は疲れたな。今日はね、大学の授業が、5限しかないってすごい楽な日だったんですけれども、ちょっと昨日友人とちょっと電話をしてしまって、長電話になってしまって、10時間睡眠してしまって、起きたらもう1時半という、まあ起きてから、大学行くまでにはちょっと時間があったので、よかったんですけれども、その時はね、カードキャプターさくらをね、2話ほど見たんですけれども、皆さんご存知ですかね、カードキャプターさくら。まあね、何年か前に、僕あまりそのリアルタイムと知らないんですけれども、結構前にね、NHK、日本放送協会の方で、放送され、女児、主に女児、そして大きなお友達皆さんに、絶大人気を得、2ちゃんなどでも大きな炎上などを起こし、非常に社会現象となったこともある素晴らしいアニメだと言われているんですけれどもね。ちなみにね、そのアニメがね、流行った、シーシーさくらが、カードキャプターさくらが流行ったね、その次の年からでしょうかね、もうどんどんね、女の子にさくらという名前つけるね、親御さんが増えたということで、本当にね、そういう社会現象になるほどのアニメだったんですね。それで先日 NHK で、セレクション放送をやっていたんですね。それをね、見て、ドハマりしまして、ドハマりしたその日のうちに、ツタヤに借りに行き、今見てる最中なんですけども、面白いですね。CC さくら。皆さんもね、どんどん面白いアニメを見つけて、ツタヤで借りて、見てみてくださいね。ツタヤのカードね、一度作れば1年間もそのまま使えるので、どんどんね、皆さんもね、使ってアニメを楽しみましょう。そういえばね、好きなアニメの話なんですけれども、僕の最初の方に話したコトという名前があるんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですけど、コトっていうのはその僕の好きなアニメなんですけど、競争ギガ、というアニメがありまして、この競争ギガというのが、ABC、プリキュアと同じところなんですかね、多分ね、そこが制作の、アニメーションなんですけれども、非常にね、迷路解決の、すごい楽しいアニメーションでして、その主人公がコト、コトということでね、僕はその子が大好きなので、その名前を利用したというか、そんな感じですね。さて、今回もいい感じアギルダを攻撃していますね。アギルダはちょっと今、クローカードタイムでちょっと止まってますね。お、今度アリゲイツ。いや、これは、オーダイルですね。オーダイルを倒していきたいと思います。